はい、どうもハルキです。今回はタイトルでわかると思うんですけれども、かっこいいベイブレードバーストのケースの作り方紹介第2回目でございます。はい、早速やっていきましょう。ケースはアルミケースですね。アタッシュケースというんですかね。前回と全く同じサイズも全く同じものを使用しております。若干値段が上がっておりまして、100円ほど上がって1280円でございました、1個ね。うん、それではね、早速中オープンしていきますと、こんな感じになっております。はい、一個一個ベイブレードがしまえるようになっておりまして、この素材はね、ウレタンスポンジというものになっております。うん、こんな感じですね。で、サイズの問題で僕が買ったやつはこういうでかいやつを自分で切ってはめたんで、厚さが2センチ、横幅50センチ ×50 センチのものを2枚使っております。ここ1段目がこうでかい穴になってまして、下がちっちゃい穴になっております。はい、こうすると高さもちょうどよく収まりましてね、この隙間もだいぶ少なくなります。うん、で後から考えているのは、ここにねギザギザのデコボコしたスポンジを貼ろうかなとも考えております。はい、でね、このどうやって丸く穴を、まあ割と綺麗ですかね、割とまあちょっと下手くそですけど、どうやって割と綺麗に丸を開けたかっていうと、コンパスカッターというものがあります。まあ Google か何でも Amazon でも調べれば出てくると思うんですけれども、そのコンパスカッターを使ってこうくるっと2段階ね、別の2枚を大きさ変えて切るって、まあベイブレードのこの直径に合わせてね、やって切り取ったわけですけれども、このケース作るのは結構難しいです。あと値段が張ります。前回紹介したのは1500円で作れますけど、今回は4500円ぐらいかかっております。スポンジが高いです。 Amazon とかで買えば安く済むと思いますけれども、まあ、そこら辺はここで頑張ってください。僕は2個作りました。うん、いやね、出来は結構いいと思ってます。切り口はちょっとギザギザしてますけれども、まあベイブレードを入れちゃえばね、見えなくなるのでいいかなと思います。うん、こんな感じで収納しております。1機2機ですね。で、見た目もやっぱアタッシュケースなんで、すごくかっこよく収まりますね。前回のケースよりかっこいいかなと思います。そう、お子さんのね方はちょっと作るのが難しいかなと思うので、お父さんとかお母さんに、協力してもらって作った方が作りやすいかなと思います。はい、今回ねあんまりその詳しくやってなくて、で詳しくやることもあんまないので、動画の時間が若干短くなってしまいましたけれども、はい、こんな感じでね、僕は2個目のケースを作ったわけでございます。それではね、皆さんも挑戦してみてください。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。